午前10時50分を回ったところです。磐田市内です。住宅街にも水があふれ始めました。静岡県内は梅雨前線や低気圧の影響で大気の状態が非常に不安定になり、昨日夜から雨が降り始めました。午前11時半までの1時間で藤枝市高根山で 86.5 ミリ、森町三倉で72ミリと6月の観測史上最大となる非常に激しい雨となりました。また気象庁は静岡県内で一時線状降水帯が発生したと発表。浜松市や磐田市などに土砂災害警戒情報が出されました。一方、静岡県の隣愛知県豊橋市では午前9時半ごろ1時間で 17.5 ミリのやや強い雨が降り、一時洪水警報が出されました。田原市では午前9時過ぎに1時間に35ミリの激しい雨が降り、昨日夜遅くの降り始めから100ミリほどの雨が降るなど、愛知県東部を中心にまとまった雨となりました。さらに今月23日に氾濫危険水位に達した岐阜県大垣市の久伊瀬川では、岐阜県大垣市午後0時30分頃です。雨が次第に強くなってきました。川の水が茶色く濁っています。岐阜県内でもほぼ全域で雨が降り、1時間に20ミリを超える強い雨を観測するところもありました。大雨の影響で東海道新幹線は一時新富士駅と静岡駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後0時半に再開しています。